ただ子どもたちの自主避難ということになるとこれ、はい、かなりの数っていうことになってきますよね。そのあたりはどう考えますか。そうですね、私は個人としての考えはね、もうこちらの方でも、かなり危険性が高い地区はね、避難区域を拡大して、もっと避難をですね、国が促進すべきだというふうに思ってるんです、まあ、せめてもですね、子どもたちの疎開と学校組の疎開とこれぜひ進めてほしいと思ってるんです、なかなかね自主避難といってもそれは難しいですよ、そうですね、ましてその親子でね意見が違ってて、中高生なんかはもう絶対行きたくないなんていうことで親子でなかなか意見が一致しないなんて本当そういう辛い話も聞こえてくる中でね、やはり行政の方が国の方が率先して子供を守るためという観点からね進めていただかないとこれはなかなかね進まないだろうし将来本当どうなってしまうんだろうと思います、やはり前提としてはその国にしろ自治体にしろですね、しっかりとしたそのモニタリングをしてもらうと、でそのデータをはっきり示してもらって それで対策を取ってもらうと、そうなんです、そのあたり のやっぱりデータっていうのはしっかりやってほしいですよね。そうですね、もうねこんなこと言いたくないですけどね、ある種もうこういった公の発表であったりとかね、報道であったりとかに対してね不信感を持ってる人間が多くなりましたよ、さまざまに後からねメルトダウンのこと一つとっても、放出された放射線量のことに放射能の量についてもですね後からどんどん修正といいますかその間違いや隠されたことが出てくるってなりますとね、これは本当にね何を信じていいんだと。今実は私福島市に住んでるんですけども、福島市内ではねこれまでなかったようなことが起きてるんですよ。それは何かというと、非常に噂話がですね口コミ情報があっという間に広がるというそういう雰囲気があるんです。つい先週もですねどうやら福島市は全員が北海道に避難するらしいよっていう噂があっという間に広がったんですよ。何のことなんだろう、どこから出たんだろうと思っていたらば、実は福島市でですねいざという時に備えての避難計画、全市民の避難計画をこれから立てるんだというようなことが後から分かったんですけども、こんなふうにね疑心暗鬼の気持ちの中で本当口コミといいますかこう噂話がパーッと広がってしまうようなそんな空気にまでなってしまいましたね。そんな中でね、中瀬さんたちとしては、国に対してですね、何かこうしてほしいとかああしてほしいとかいうような働きかけというのはなさってませんか。私たちもやってます。で実は今日もですね、東京に記者会見もあり先ほど言ったあったんですが、その後午後にはですね国の原子力災害対策本部に対策を求める要請書を出してきました。繰り返しになりますけどね、避難区域の拡大や学校ぐるみの、疎開、それから自主避難者への支援、あと除染ですね、あと学校給食などでのですね子どもたちにその放射能の少ない食事をというようなそういう要請書をですね今日出してまいりました。で改めてご検討いただいて、回答をまた聞きに伺いたいなというようなこともやってます。原子力災害対策本部ってことは、責任者は本部長菅直人市長ですよね。あ、総理大臣ですか。はい、じゃあ総理大臣の管轄する、はい、その本部に、要望書を出したと。そうなんです。いうことですね。はい、もういきなりやっぱりそこからもう行かないとダメだっていうふうにお感じになったんですか。いやです。実はね、5月はですね、文部科学省の方にいろいろお願いに上がってたんですよ。で先ほどの20ミリシーベルトの話などがありましてね。ただ、ようやく文科省の方ではですね。学校の校庭の除染に、経済支援で財政措置をしたりだとかっていうふうに一歩を踏み出したんですが、ただ反面ですね、学校内のことだけで学校外のことは私たちの管轄ではないというようなことも言われてしまったもんですから、まあ、それで今回は災害対策本部にということでお願いに上がった次第ですね。なんかその管轄云々とかいうのをまだ言ってるわけですね。そうなんですね。まあ残念ながらね、そういうことで本来は文科省に率先して子どもをですねトータルに守っていただきたいと思ってたんですが、今ね、中津さんたちが心配されているエリアっていうのは、やっぱりお子さんたちっていうのはかなりいるわけですよね。そうですね。これは福
島県がですね、4月のもう段階で小学校、中学校、保育園なども含めて全部のですね、校庭、園庭の放射線量調査というのを行ったんですよ、はい、1600箇所、はい、そうしましたところね、その4分の3、76% が 0.6 マイクロシーベルト以上というんですが、放射線管理区域と同じ状態だと、つまりあの原発内で働いているあの被曝労働者といわれる方々がいらっしゃいますよね、はい、彼らが働いているのと同じような被曝をする状態だということが分かったんですね、はい、4分の3ですよ、はい、その中に30万人の子どもたちいるんですよ、30万人ですか、そうなんです、そうなんです、30万人がその放射線管理区域と同じような値の放射線がある場所にいるんですか、そうなんです、はあ、もうなかなかね、言ってもにわかに信じていただけないような数字なんですが、これが現実なんですよ、もうそれに、対して国の動きが非常に鈍いというようなことを今お話伺ってて感じるんですけれども、あの今中津さんとしてね、中津さんたちとして国に対してこれだけはやってほしいと、今すぐにこれだけはやってほしいっていうふうに強く訴えていきたいことって何ですか、はい、もうこれはもう私のですね、本当にご効果の声としてお伝えしたいですが、やっぱり学校ぐるみの疎開です、これを何としてもやっていただきたいです、でもちろん除染とかもやってほしいんですよ、ただね、除染は子どもたちをとりあえず安全な場所に移して、そこで別の形で教育を行った上で除染をやってほしいんです、そしてきれいになってこれなら戻れるってなってから子どもたちを戻してほしいんですよ、こういう順番でぜひ考えてほしいんです、わかりました、やっぱり、はい、あの被災地でも実際にもあの暮らしになってらっしゃる親御さんたちはそう考えてらっしゃるということですね、はい、はい、すいません、中さんどうもありがとうございました、どうもこちらこそありがとうございました、今日はですね、子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク代表の中手誠一さんにお話を伺いました。